アレクサンダー A ・ A アービズはアメリカ合衆国の外交官。2010年から2014年にかけて中アルバニア大使を務めた。アービズは日本にあるアメリカ空軍下でな基地において駐在アメリカ人の子として誕生。父親はメキシコのドローレス・イダルゴ出身。母親は日本の京都出身であった。アービズは一家でアメリカに移り、 コロラド州コロラドスプリングスで育った。1980年、彼はジョージタウン大学を卒業し、学士号を取得。彼は日本語、朝鮮語、大語、クメール語など、アジアのいくつかの言語を学んだ。アービーズは1981年に国務省外交局に入省。彼は国務省内で様々な海外任務を歴任し、また国内では東、アジア、 太平洋地域に関するアメリカの外交政策を扱う部局に所属した。ワシントン DC では国務省東アジア太平洋局の日本部にて副部長を務め、また第2次クリントン政権で国家安全保障会議アジア担当部長を務めた。海外任務としては2000年から2003年までカンボジアのプノンペン大使館で首席講師、 2004年から2007年まで太陽国のバンコク大使館で主席講師。また、大韓民国のソウル大使館及び、日本の大阪、神戸総領事館への駐在経験もある。アービーズは2003年から2004年にかけて政府上級職員向けリーダーシッププログラム第46回シニアセミナーを終了した。太陽国から帰国後、彼は2007年から2009年まで、 東、アジア、太平洋局で国務時間補代理を務め、地域安全保障を管理。また彼は人事局にて新人配属部長も務めた。2010年7月1日、アービズはバラク・オバマ大統領より中アルバニア大使に任命された。彼は2010年11月10日に大使就任の宣誓を行った。ありがとうございます。